ご視聴ありがとうございます。本日もワンフェス2023夏イベントまとめになります。で、今回は渋スクさん、渋谷スクランブルフィギュアさんをお送りしていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい。で、渋スクさんはですね、出展メーカーさんの中でも特に規模が大きく超ボリュームとなっておりました。でも撮影 OK のものはほぼほぼ全て映ってるかと思います。で、過去作受注終了のフィギュアなんかも展示されてましたので、まあ、とりあえずそれを先に映しつつ少し喋って、で、あとは映像のみでお送りするっていう形でいこうと思います。まあ、発売済み系でも5分くらいあるんですけどね。でも渋スクさんのフィギュアということで、もう本当どれも見応えあると思います。はい。で、まあ、個人的にも渋スクさんは大好き大注目ですので、かなり気合い入れて撮りました。あの、一発目のワンフェスに行ってきた動画でも結構登場したかと思うんですが、今回まあ追加の動画と静止画データを含めまして、かなりのボリュームになってるかと思います。で、まためちゃくちゃ長くなっちゃいそうでしたので、今回ですね、すいません、呪術廻戦以外でまとめさせていただきました。具体的に言うとチェーンソーマンもないんですけどね。まあ、ですので渋スクさんの美少女フィギュアまとめみたいになってると思います。で、あと今回からカンタービレという低価格帯のフィギュアも、あの、発表と展示がされていたんですよね。あの、中盤くらいに、まあ、少しだけ映るんですが、それが終わったら新作展示がスタートすると思います。で、今回の展示で個人的に特に気になったのはですね、まず窓マギ、マドカですね。あの、まあ、前回のワンフェスでも展示はあったんですけどね。で、今回も未彩色だったのがちょっと残念だったんですが、やっぱりソウルジェムの中にいるっていう造形がめちゃくちゃ映えるんですよね。あの、彩色公開がもう本当楽しみで仕方がないです。で、ホムラの発売まで決まってますので、まあ、同じ感じの造形だったらたまらないですよね。まあ、そんな妄想も膨らみました。で、もう一つ気になったのがですね、今回初公開されたコノスバメグミンですね。で、あの、ユンユンとセットのもあって、まあ、この後出てくると思うんですが、あの、そっちではないめぐみん単体の方です。まあ、2人セットのもすっごい可愛くてよかったんですけどね。あの、オレガイルの2人セットに似ている感じの雰囲気で一緒に置いたら楽しそうでした。まあ、このそばの方は若干いやらしさも感じちゃうんですけどね。はい、そうじゃなくて、すいません、めぐみん単体の方です。それすっごい惹かれました。で、まあ、どちらもあの爆炎の方から発売になるんですが、あの、めぐみん単体の方はメインビジュアルみたいな立体化になってるんですけど、あの、もう絶対クリアパーツふんだんに使われた超カラフルなフィギュアになると思うんですよ。で、未彩色の原型でしたが、めぐみん自体もめちゃくちゃ可愛かったですし、いや、もうそれはポチ格でしたかね。と、まあ、気になりすぎたためちょっと長めに映るかと思いますが、ぜひ見てみてください。本当最高でした。といっても、まあ、渋スクさんのフィギュアっていうのはボリュームもあってすごい造形なので、どれも見応えしかないんですけどね。あの、もう本当今回の展示ほぼ全部くらいで映ってると思いますので、ぜひですね、あの、気になるフィギュアとかポチ格フィギュアなんかのコメントとかお待ちしております。はい、ということで雑談も、これくらいにしておきたいと思います。で、近々呪術編も公開したいと思いますので、あの、かっこいい系もお好きな方はですね、ぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、では以上になりますので、ぜひゆっくり見ていてください。
Now
はい、では以上になります。今回はワンフェス2023夏渋谷スクランブルフィギュアさんの美少女フィギュア展示のまとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。